off. Urano space on the この ボールをカットします。アーチのようなパス。ここもしっかりディフェンスしました。クルー。前線へこの長いボール。ロングフィードで狙う。このボールに触ります。ブロゾビッチ。クルここでファールをもらいますアルナスル。ここでね2枚目が出ると辛いですよ。すでに1枚ありますからね。注意に終わります。いや注意で済んだだけで良かったですよね。もう今日1枚もらってますからね。スペースへ出す。いいボールですよ。素晴らしい連携。どうだシュート。追加点。アルナスル評判いかがでしょうか。そうですね。どうやって崩すかという状況でワンツーという選択肢、はい、の関係でね見事な突破見せてくれましたよね。そうですね。さあアルナスル圧倒的な強さを見せています。スルーパス、このパスが抜ける。来た。自分で行く。止めた。いやー、ファインセーブです。シュート前のドリブルも良かったんですけどもね。ここで見せてくれました。まあ今マーク甘かったですからね。一瞬空いてしまいましたよね。この試合セットプレーからゴールを決めています。さあどこを狙うか。いい形が作れませんよね。さあつながるか。サイドを使う。オフサイドです。オフサイドになりましたけども最後のダイレクトパスアイディア良かったですよね。アルナスルとしてはやっぱり後半入っていきなり点取ってますからね。よく飲むのね。最優先みたいですよね、はい、先ほどからマークの相手にあまり近づきすぎないようなポジションを取ってますからね。なるほど。これは相手に近すぎると裏に決まった。追加点。アルナスルさらに突き放します。これは一瞬のスペースを見逃さずプラスの判断ができた結果生まれたゴールと言えますね。いやもうこのクラスの選手になるとね、これがワールドクラスのゴールですよね。今日2点目のゴールです。いやこうやって追加点が決まることは全決まった。追加点。アルナスル大量リード。いやドンピシャなタイミングでスペースを生かしましたね。そうね。アルナスルメンバーチェンジをします。本日の功労者がベンチに下がります。スタジアムは大歓声です。リンコビッチチャレンジはしません。後ろに流す。素早いパスで攻め上がっていきます。ここまでご覧になっていかがですか北澤さん。アルナスルとしては守りに行くのか取りに行くのかチームとしてはっきりしておいた方がいいでしょうね。ブルガリロングボールを入れてきます。左サイド上がってきます。抜けてくる。ウィークラス。ここはクリアでピンチを出します。
サイドのスペースを使う。上げてくると。シドリック。頭だ。これはよく止めました。裏へ届くか。アレックス。裏のスペースへ。さあシュートレンジだ。来た。シュート。ゲット。ルフォンドル。今のはキーパー届かないコースに鮮やかに決めていきました。コースを狙って振り抜いていった感じですよね。気持ちで打ち込んでいったシュートに見えましたね。これは。振り返すクロス。ロナウド。左にそれます。まあもらうまでにフリーだったと思うけど。そうですね。まあ寄せられてなければ決めれたでしょうけどもね。はい。ロングフィードで狙う。ここは読んでいました。最終ラインまでボールを下げる。アブドゥルガニ左上がっていきます。さあ上げる中央へ。あわやというシーンでしたがここはしのぎます。どうだ。危ない。キーパーからのロングフィード。シャラヒリ。アルナスル。もう無理にはいきません。止めた。カットされます。グリップします。ウェルス。アスロポーチサポートでもあります。さあ放送時間もなくなってまいりました。今日の解説は北澤剛さんでした。北澤さん、いろいろお話ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。 AFC チャンピオンズリーググループリーグ初戦、アルナスル、あまりにも貴重な初戦勝ち点3をものにしました。